コンテストは1979年3月31日にイスラエル・エルサレムの国際コンベンションセンタービニエネ・ハウまで行われた。プレゼンターはダニエル・ペアとヨルデナ・ラジ。制作イバイスラエル放送局。放送時間は2時間56分。開催国がヨーロッパ以外になったのは今回が初。また、この番組がイバとして初のカラー放送となった。 なお、土曜日は、ユダヤ教の安息日に当たるため、ユダヤ教政党派からは、同日の開催には、根強い反対の声もあった。国際コンベンションセンター、ビニエネーハウマ、開催国がイスラエルであったため、2カ国が政治的な理由で参加を見合わせ、18カ国に減った。当時のイスラエルは、パレスチナ地域に占領地を拡大しており、国際紛争の過中にあった。 以下参加国の出場回数及び中継テレビ局一覧。内数字は参加回数不出場ながら中継放送を実施した局 RV アイスランド国営放送ルーマニア、香港。変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順22、10,8から1点として採点。演目終了後。 国際電話でつながれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。ジンギスカンが話題を呼んだが、地元イスラエルの2連覇を達成した。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒーイコールヘブライ語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、イコール イタリア語、A イコール A 語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコール、ドイツ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、デガルースラッシュ英語版、フランス語版。ありがとうございます。